今年の1月1日をもってイギリスがやっとというかついにというか、e、から離脱したよねはい、うん、で一体なんでイギリスが EU から離脱することになったのかあるいはこれまでどんなことがあったのかというのをちょっと今日はですねこんな紙芝居とですねそれから増田さんが現地を取材してきた映像これを交えて解説していこうと思うんですね。 池上彰とそもそもじゃあ EU って何だったのというここの,あのおさらいから始めましょうかはい、はい、やっぱり1945年第二次世界大戦が終わってもうヨーロッパ中が廃墟になっちゃったわけだよねはいそういう中でねもう、まあ、そもそも国境がなければ戦争が起きないんじゃないかという そこから国境をなくすためにはどうしたらいいかという取り組みが始まったっていうことだよね。えつまりはそれは領土争いだから戦争はっていう意味ですね。えそ,う,だよ、ね、そう,結うってことになる国境がなくなっちゃったらあるいは人や物が自由に行き来したら戦争にならならいもんね。ヨーロッパは地続きだからそういうこともできるし戦争にもなるっていうことなんですよね。そう,そ,うそうだよね。 だって第一次世界大戦とか第二次世界大戦なんとも戦争があったからね。うん、でだけど EU ってもいきなりさそ,そ,そこまでいったわけではなく少しずついろんなことを進めていったわけだよね。はい、で最初の取り組みっていうのがこれなんだよね、えーとうん、石炭と鉄鋼をお共同管理しましょうということになって。 特にあの西ドイツとこうフランスのちょうど国境の辺り、まあ、フランス側でいうとアルザス・ロレーヌ地方という言い方もするけどあの辺りって本当にあの石炭がいっぱいあってそこから取れる石炭で鉄鋼業が盛んになっていたで戦後、まあ、あのドイツは東西に分割されちゃったんだけど西ドイツが経済の復興のためにもう一度そこで石炭を掘って鉄鋼を盛んにしようとすると。 フランスがこれに反発するんだよね。うんやっぱりこうドイツがそこでまた強くなるとまた戦争を仕掛けるんじゃないかあるいはそこの鉄を武器に作るんじゃないかと言ってフランスが反発をするでもそれだと西ドイツの経済の復興にならないというわけで周りの国が一緒になってじゃあ一緒になって共同管理をして、えー、ドイツがそれで武器を作ったりしないように監視をしようじゃないか と言って最初にできた組織が、えー、欧州石炭鉄鋼共同体 ECSC というものでこれに関してはフランスと西ドイツだけじゃなくイタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク計6か国でこの共同体を作ったここから EU がどんどん発展するきっかけになったんだよね。 うん、あのその石炭とか、そういったものっていうのは、西ドイツ側にあったんですか、それともそこの境のところにあったんですか。こ、うんうん、と境、境のうちの西ドイツ側の方を、まあ西ドイツとしては、えー、これを、もう掘っていこうとした。それに対して、フランスが、えー、反発したってことだよね。それはフランス側の、こう、のじゃないのに、反発をしたっていうことなんですか。うん、つまり、戦争で負けた西ドイツを、に対して、あの。 アメリリカややイギリススフランスが占領してたわけだよねだからフランスにしてみれば西戦後の西ドイツについてこうあるべきだとかいろいろ発言権持ってたんだよね、うん、だからそんなことは認められないって猛反発をした、うんえー、西ドイツは困っちゃったっていうことだよね、うんうん、その結果じゃあ共同管理すればいいだろうというここから6か国によってこの,あのあ共同管理が始まったこれがやがて EU に あの発展していくわけであのイギリスが離脱するまでは28カ国だったわけだよね、今イギリスが離脱して27カ国だけど、えー、そこまで発展する最初の6カ国だったもんだから、これをベーシック6、えー、基本の 6, 6という言い方しているここから少しずつ欧州統合の動きが出ていったってこといこだよねその後、まあい,いろんな取り組みがあるんだけど 最終的にはそこが目指したものというのは国境をなくして人や物の移動を自由にしようというこれがやがて2013年に EU 欧,欧州連合28カ国が参加する現在の形ができたということだよね。うん、でここまでの理想は良かったんだけど人の移動が自由になる。 て言うと、誰でも自由に行き来ができて、移民ができるようになるわけだよね。うん、言ってみればこう国はではあるんだけど、日本の国内でも例えば東京から神奈川に引っ越す。埼玉に引っ越すっていうことが自由にできるようにヨーロッパ中で、どこでも自由に行き来ができるようになるわけだよねえ。そうすると特にあの東ヨーロッパ諸国。 非常に経済がこう遅れてて貧しいところの人たちがあ,あじゃあ豊かな国に引っ越してそこで働けばいいやということになり特にポーランドなどから大勢の労働者がイギリスに行って出稼ぎで働くようになる結果的にそうなるとポーランドからイギリスにやってきた人たちは安い給料でも喜んで働くということになるとイギリスの労働者にしてみると ポーランドの労働者が増えると、自分たちの仕事がなくなってしまう、あるいは給料が減らされてしまうって言って反発するわけだよね。あるいはイギリスの漁民たちにしてみると、イギリスが EU に入っていると、いわゆる例えば領海というのが、イギリスもフランスもオランダも全部まとめて同じ領海になるわけだよね。となると、特にオランダとか、あるいはフランスから大勢の 漁民たちがイギリスの海岸のすぐ近くまで来て漁をするようになるちょうどイギリスにとっていい漁場がどんどん他の国によって取られてしまうこれにイギリスの漁民が反発をするということになっていや、じゃあのイギリスが EU から離脱すればいいじゃないかということになるんだよね。うん、そこで2016年キャメロン首相があの イギリスが EU から離脱するかどうかの、えー、を是非を問う国民投票しようと言ったわけだよね。はいで、実はのキャメロン首相はえイギリスが EU にいた方がいろいろいいことがあるから国民投票すればきっと否決されるだろう否決されたらもうみんな言わなくなるからじゃあ国民投票しようって思ったわけだよね。うん だからキャメロン一緒にしてみれば国民投票して EU 離脱は否決されればそれでいいやと思ったんだけどもうあの移民が入ってくることに反発している労働者だったかあるいは漁民たちはとにかく離脱に賛成だって投票に行くその一方で若い人たちにしてみればいやもう物心ついた頃からイギリスは EU に入ってるんだから EU に入ってていいことも多いからそんな、えー 離脱に賛成するやつがそんなにいるわけはないよねって言って高をくくって若い人たちが投票に行かなかったその結果、わずかのさ僅差だけどあの EU からの離脱が決まってしまって多くの人がびっくりしたというのが2016年のこことだったよよねねそうなんですよ、ね、これ2016年の6月の23日のことなんですけれども私、生放送に出ていて開票をこう開設してたんですね。うん でその時にあの大きな体育館でそのあのロンドンの人たちがこうあの数えていたんですけれども現地の中継の人がどうも拮抗しているとでこのまま行くともしかしたら万が一にもという言い方だったんですけれども、うん、要するに EU 離脱ということになるかもしれない、うん、でその時間の中では結果は確かあのはっきりしたものは出なかったと思うんですけれども結果的には離脱ということが決まったんですよね。うん であの今、池上さんがおっしゃったようにもう首相までびっくりみたいな、ね、<laughs> あのことになってしまってでその後でもこう決まったのに離脱がうまくいかないんですよね。そういろんな、ね、手続きが簡単にはいかない、まあ、あのキャメロン首相は、ね、その責任を取ってすぐ辞めちゃうんだけど、まあ、その後も今度はメイさんが女性のメイ首相になっていろいろやるんだけどこれがまたこう。 あの議会で正式に決めなければいけないでも議会にもいろんな思いの人がいてでそもそも議,議会では EU から離脱反対の人が多かったんだよねだけど,、はい、だけど国民投票で決まっちゃったから、まあえー、しょうがないんだけどと言って反発がいろいろあって延々と決まらなかった結局、メイ首相では決まらないまま今のジョンソン首相になったっていうそういう戦いがあったんだよねなんかメイさんの時にはかわいそうなぐらいでしたよね。うん あんな時にまあ首相になって、で、おしゃれ番長みたいに言われてね、そんなところはこう注目されて、あの、まあ、そういう目で見ればとっても素敵な方だったんですけれども、やはり状況が状況だっただけに、まあ、EU 側との交渉であるとか、国内をの調整であるとか、非常に一番厳しい時にこう首相にならざるを得なかった立場だったんだなぁなんて思って見てましたけれどもね、うん。 それでやっぱりイギリス国内で賛成反対がいろいろものすごくこう大論争になったその頃、増田さん現地取材に行ったんだよね、はいまあの。延期が3回行われましたよね、はい、そうでした。<laughs> はい、でその度ごとにこのあとどうなるんだと思ってで取材を始めたわけなんですよね。うん、であの池上さんの先ほどのお話にもありましたけれどもポーランドからの移民って非常に多くて。 <で>うん、ロンドンでは100万人人単位ななんんんんですよねそうなんだよねねねそそうだだだれけの人もいるポーランド人の人たちはもちろんポーランド語も話しますし英語も話すんですけれども普通に例えばあのポーランド人同士で歩いている時にはポーランド語を話しますよね、うん、そうするともうそれに対しての罵詈雑言がすごかったんですよね EU 離脱が決まってからっていうのは。 やはりその先ほど説明にもありましたけれども自分たちの仕事を取られてるんじゃないかとかあのそんなような、ね、あのイギリスの国民の不満というのももちろんあったわけなんですけれどもでも、取材をしていくとその人たちというのは例えば介護とか医療とかそれからあのいわゆる産経の仕事ですよね配管工であるとか。 そういう仕事は全部そういった移民の人たちが担っていてでポーランド人の人たちって真面目だって知ってました、池上さん。勤勉、はい、で真面目で仕事大好きなんですよそう言われてるよね。 はい、でそもそもがあの方たちはあのいわゆるデカすぎ労働に行くのが当たり前でこれまで生活してきているんですね。で例えばそのロンドンで配管工をやっている方たちに話を聞いたらあのイラクのバグダッドでもう本当にミサイルが来る中あの配管工の仕事をしていたって言うんですよ。 <laughs> そんんなとこまで行ってたんだ、うん、<laughs> はいだからそれが当たり前で半年単位で、まあ、あの言われて稼ぎをしてでそうやって外貨を稼ぐと国に家が建つと、うん、それが当たり前なんですよね <laughs> だからは真面目に働いて何が悪いっていうのが彼らの言い分で日本人だってそうじゃないか <laughs> 勤勉で働き者でな働いて何が悪いんだよななんて言,言,われた言われちゃうわけだ。<laughs> はい うん、したんですけれどもね。で、その混乱の中で、あの3回目のその延期っていうことになった時に、あのどうするんだって。国民投票するかしないかみたいな話が出てましたよね。うん、あ、<で>もう一度国民投票したらどうかみたいな話があったよな。ありましたよね。で、その時に私あの取材に行ったんですね。これが、うん、えっと2019年の3月のことだったんです。けれどもで、その4月あ3月に行った時に。 あの毎日でもやってるって言うんですよ。<laughs> うん、で、それもそのロンドンのいわゆる国会議事堂とその周辺でやってると、うん、で、その時の映像をちょっとお見せしたいと思うんです。けれども、はい、いいですか？うん、はいでね。まず1点目についたのが、このガードレールのところにこうずっとなずらっと並んでる看板なんですね。うん、あの例えばですけれども。 靴のこうスニーカーにユニオンジャックが書いてあってそこに拳こ銃が向けられてやって、まあ、ブレグジットは自殺行為なんだみたいなことをこう表現していたりとかあとはやっぱり国民投票をしてほしいとかね、うん、それからあの日本のこう車の会社の名前なんかも書いてあるこんな看板もあってでそこには離脱は多くの企業の離脱っていうふうに書いてあるんですよね。はいうん そうだよね、特にあのイギリス、日本の自動車会社もあるんだけどあの、e、EU に入っているからこそ、ね、あのヨーロッパの大陸で作られた部品をイギリスに、えー、関税なしですぐに持ってきてそこで組み立ててまた輸出をするだけどイギリスが離脱しちゃったらそんなことができなくなるからイギリスにいる日本の自動車会社が離脱しちゃうぜってこういう話だよね。 そうなんですよでその看板を見て私も初めてあそういうことなんだなっていうことも分かったんですけれどもあとはその走るこうトラックなんかにもいろんなことが書いてあるんですよね。例えば、そのブレグジットつまり売りやすに賛成の人はブレグジットはブレグジットをするだけなんだ <laughs> 脅迫じゃない、うんまあ、国民投票で決まったからっていうね。うん そういう思いでその車を走らせてるのかなと思ってみたり、うんうん、あとはその EU はヨーロッパの欺瞞だって、うん、そんなことをこう書いてあるものもあったんですよね、うんうん、つまりはその離脱したいっていう人たちとそうでない人たちがまあ結果的には大体半分半分ぐらいっていうことになったわけですけれどもその EU から離脱したいっていう ふうに投票した人にはそれなりのこう言い分っていうのがあるんだなっていうのもまあいろいろインタビューをする中でこう分かったんでですよねで一番まあ印象に残っているのがこの老婦人の方がですね大きな立て看板を自分で作って持ってはい、はい、それで EU を絶対に離脱するんだって訴えてたんですよ。うんで こんなすごく上品な方なんですよ、映像ありますけどね。うん、で、その方がなんでそのこと言うのかって思った、で、そのインタビューをちょっとお聞きいただきたいと思います。 またすごいね、そういう、そう言って主張する人たちが次々に出てくるんだもんな。 うん、で一方でもちろんね、あの離脱に反対っていう人たちもいて、で、その人たちが、例えば、こう帽子にね、EU の旗みたいに、こう星、黄色に星が、ブルーのこう星がついて、あ、逆か、ブルーに黄色星ですか、そのついたね、帽子をかぶって、旗を持って、あとマットみたいなのを着て、まあ、半ばコスプレションみたいになってるんですよね、そのデモが。で、そこに観光客が群がって、記念撮影してるわけですよ。<laughs> もう絶好の,他の観光スポットになったわけだそうなんですでそれにもなんかびっくりしたというか楽しそうというかで観光客もすごいんだなということも分かってでもちろん観光客なんか考えていませんよ、仲間と楽しんでそうやって写真を撮ってるわけですけれどもその EU から離脱したら嫌だって、ね、離脱に反対している人たちの言い分っていうのは要するに EU にいるからいいことがあるんだって。 まあ企業のことなんかもそうですけれどもね例えば、あの単純な話で EU のメンバーになっているということで、ね、自分の国では取れない、まあ、果物や野菜やいろんなものも豊富に入ってくると。 いう話ですよねだから、このままね離脱しちゃったら美味しいフルーツが食べられなくなっちゃうかもしれないとかあと、野菜が入るてにて入らなくなるかもしれないとか好きには食べられるんだろうかとか, <laughs> なんかインタビューしてるとそんな声まで出て,くるっているあ、イギリスってやっぱりね、土壌があんんまり良くないんだよねだからなかなか美味しい農産物が取れないって言われてるよね。 うん、だからフィッシュアンドチップスなんですかね。いや、確かに。じゃがいも美味しいんですよね。<laughs> うん、そうそう、それはそれで美味しいんだけど。うん、まあ、そう言われてるよね <laughs>。はい。あとは、その労働力として、やっぱりこう足りなくなる。 っていうことと、まあ例えばそのポーランド人の移民の方たちにインタビューをしてで残ったときにねじゃあどうなっていくのかっていうようなことを心配してるみたいなインタビューがあったんですけれどもちょっとそれもお聞きいただいてもよろしいでしょうか。 でこれはちょっと余談なんですけれども、今ご紹介したそのお二人はあのいわゆる LGBT なんですね。ああなるほど。うん。うん、でその男性の方のそのえっとマリシュさんっていう方はあのポーランド人なので経験なカトリック教徒なんですよ。うん、でも自分がいわゆる同性愛者だからその。 経験なカトリック教徒である上に同性愛者だということに非常に悩んでそれでロンドンに移民してきたんです。はああまあ、いろんなその移民といっても働くということもありますし、うん、その方の生き方ということもありますしあのいろいろなことが影響してるんですよね、うん、そうかポーランドって本当にあのカトリックで経験な国だからそこで LGBT だとだ住むのが辛い息苦しい。 やっぱりあのイギリスにロンドンに行くと自由なこう空気があるっていうそのこともありますし、うん、自分が経験なカトリック教徒なのにこれでいいのかという思いが自分の国にいるとすごく辛くなるわけですよね。なるほど、ね、であの、その恋人の方と一緒にあの一応ロンドンに移住をしてきたんですが結局、その方とも別れてしまって今、お一人なんですね。ででもロンドンド暮らしている 分にはやはりそういうことにあまりこううなんでしょう自分の気持ちをこう拘束されずに過ごすことができるっていうまあそれぞれの思いとかやっぱり事情があって移民ってしてきてる人が多いわけなんですよね。でもう一人あのポーランド人のベアタさんっていう方にも話を聞いているんですけれども。 しか、so um, さらに言うと、イギリス全体としては離脱が決まったんだけど、スコットランドって結構、e、EU にとどまりたいっていう人がいて、スコットランドがじゃあ、今度、イングランドから独立しようなんて、そんな動きがまた出てるよねはい、うん、で前にあのスコットランドに行った時に、インタビューした時には、あの今じゃないけど、いつかい。 やっぱり私たちは独立したいと若い女の子が言ってたんですよね、もうそれも34年前でそんなに古いことではないんですけれども、うん、だから、ね、今度はこうイギリスが EU から離脱したためにイギリスがバラバラになってしまうかもしれないそんなリスクもまた抱え込んでんでだよねねそうです、ね、だからあの、もちろんそのヨーロッパとの関係他の国との関係ということもありますけれどもやはりもう連合王国ですからね。 イギリスっていう国はね、うん、だから、まあ、あの本当にグレートブリテンを考えた時にはそういったスコットランドの独立であるとか、まあ、いろんな問題がまた現れてしまうかもしれないという心配はいろいろ EU との交渉の結果これまで通りあり関税はかけないと。 だから、イギリスから EU にあるいは EU からイギリスにいろんなものを輸出しても関税はかけないだけど EU じゃないんでいちいち貨物が入ってくるときに審査チェックをすることになったわけだよねその結果そのチェックにすごい時間がかかっててこれまで通りにいろんなものが入ってこないっていう混乱が今、続いてるしそれからもう一つはこの銀行免許っていうのがあって 特にイギリスのロンドンというのは金融のヨーロッパの,金融の中心になっているからみんなそこでイギリスで銀行の免許を持っていればヨーロッパ大陸どこでも自由に銀行の仕事ができていたのにこれがダメになっちゃったんでイギリスの免許ではヨーロッパで仕事ができないということになって日本の金融機関もそうだけどみんなロンドンから本拠地を ドイツの,のフランクフルトに移しちゃったんだよね結果的にイギリスでの,こうの金融業というのがこれからどんどん廃れていくんじゃないか、うん、イギリスの経済が衰退に向かうんじゃないかというそんな声も今出てるんだよね、うん、金融の中心というとシティっていうことですかロンドンの中心部にシティと言われる、うん、そこにみんな世界中の金融機関が集まってるんだけどシティがすっかりさびれてしまうんじゃないかなんて言われてるよね。うん うん、あの取材した中でも金融関係に勤めている方がいてやっぱりその自分の周りの人たちがどんどん,どん,どんこう外に出ていってしまうせっかくこう仲良くなったのにとかせっかくいろんなことを一緒にやってきたのに非常に寂しい思いがしているという方のインタビューもありましたね、うん、それからさっき、ね、増田さんが特にあのあの移民の人たちあの労働者の人たちがあの介護の現場とか福祉の現場で働いているという話があったよね。 それで言うとあの、ジョンソン首相もあのあ要するに EU 離脱賛成だなんて言ってたんだけど本人が新型コロナにかかって入院したら移民の,あの看護師の人たちに助けられたなんて言ってたよね。はい、ちゃんとその人たちのことを、まあ、あのどこの国の出身の誰々みたいな言い方をしてで非常に感謝してるっていうことをおっっししゃってましたよね,ね。それでいうとやっぱりイギリスっていうのも本当に移民によって支えられてるっいうことを 離脱したことによって多くの人がやっぱり自覚するようになったと思うんだよね。っていうことはこれからしばらくするとやっぱり EU に戻りたいという国民投票すべきだって世論が盛り上がるかもね。 本当ですかいやいや、やっぱりスコットランドが出たら困るって言って、まあ、今、もちろんすぐにっていうことにならないけど、<ー>いずれまたイギリスが EU に戻ろうなんていう、そんな動きが出てくるような気がするんだけどな、うん。でも難しいなと思ったのは、確かに EU の中で決められたことを押し付けられるって感じる人もいるんだなって。 いうことも分かりましたしたかといってその自分の国さえ良ければいいっていうことだとその地続きであったり、まあ、いろいろな環境の中であのお互いに協力していった方が、あが小さい国の集まりになりますよねヨーロッパっていうとその方がいい面他の例えばアメリカなり何なりとこう対峙していくっていう,ふうに考えた時にはその方が確かにメリットがある部分もあるなっていうのは感じたんですよね。たたただ自自分分の国らしさととかかちで決めたいとか ね、そういった気持ちっていうのもわからなくはないので、これをどう選択していくのかっていうのは、それこそあの他の国の情報であるとかいろいろなものが本当に瞬時に入ってくるこの今の時代ならではの悩みなのかなっていう気もしましたけれどもね。本当だね、そうだよね。やっぱり自分の国が大事だけど、だけどやっぱりあの他国間とみんなので協力するってことも大事だというところで。